ここまでに入っている県内ニュースです。世界最大級のパワーを誇る新潟造船の作業船が間もなく完成します。今日新潟造船のドック内に水が注がれ、これから作業船造船の最終段階に入ります。作業船は全長89メートル、重さ5700トンで、海上で物を引く力、曳航能力はおよそ300トンと世界最大級です。我々新しい、分野の仕事として、これをですね、ベースに今後の、受注に向けていきたいというふうに考えています。来年早々には完成する予定で、海上の石油採掘施設の運搬などに当たります。